あと介護の基本の基本はこの傾聴受容共感ってよく言われてるよね。利用者さんの話に耳を傾けてしっかり聞いて、利用者さんがどういう気持ちなのかなって言葉の裏にあるところまでこう分かろうとする、そういう聞き方。あと受容、もう利用者さんがどんな状態、悪い時いい時、嘘言ってるっぽい、妄想言ってきたっていうの全部まず受け止めなきゃいけないよって受容するね。ありのままそのまま受け止めるっていうの重要ね。あと共感っていうのはその利用者さんの気持ち、どんな気持ちなのかなってこう利用者さんの気持ちに自分もなってみる、でそれが相手に伝わる、利用者さんの気持ち分かってますよってことを相手に伝わるようにする、それが共感です。だからうなずきながら聞くっていうのはまさにそうじゃん。うなずいて聞いてくれると、あ、自分の言ってること分かってくれてんだなって感じるでしょ。よっか、はい、そういう大事なことの中でこの言葉があると絶対丸なんですよね。当たり前に傾聴するとかね、受容するとか共感するってあったらもうそれ罰に絶対できない、必ず丸なんですな。でそれに似たような意味があったら丸ですよと、これ基本の基本ね。はい、だから相手に伝わる、だからないよくね、介護職の会話が5つあって、その中に何々ですねとかね、何々ですかってこういう表現があると、もう相手のことをちゃんと分かって共感してるってことになるんですよ。何々なんですねってね、何々ですか、何々なのですねって、こういうふうに書かれてたらもうほぼ丸です。それはもう共感してるっていうことで、こういう言葉を使っていきます。なんですね、共感。いい、はい。あと生活っていう言葉、いろんな言葉あります。生活の視点、生活歴、生活史、生活習慣、あとちょっと違うけど個別性、個別性、これ介護の基本でね、個別性ね、一人一人利用者さん違うから一人一人に合ったケアを行うってね、はい、でそのためにその人の今までの生活、その人の趣味、その人のやり方、これを大事にすることを個別性っていうでしょ。介護の個別性ね、うん、その個別性を出すためにこういう言葉が出てくるわけ。生活の視点、要は生活、利用者さんの生活を知った上で個別性を出さなきゃいけないじゃない、うん、ということでね、こういう言葉が出てきてたらもう丸です。いいですか、もう生活って言葉、まあ利用者の方の生活だけどね、出たらもうその文章はほとんど丸。先生、はいよ。去年の試験問題で、うん、本当、何々を受けなければならないって、受けなければならない、うん、それにしちゃったんだけど、答えは行うように努めるが正解だったんだけど、それごめんね、そのどの問題を言ってんのか、うん、その具体的に、うん、去年の、あ、今年の試験問題、いやだからそれ言ったって、その、うん、その問題そのものは全部ここにないと分かりません。あ、分かりました。ごめんね。はい、でこれ絶対じゃないからね、試験のコツっていうのは。いい、はい、はい、あくまでもそういうパターンで丸が多いよと。自分が読んで分かるときはもう試験のコツ考えずに答えを出すでしょ、はい、でその時に、あ、試験のコツも知ってたら、あ、もうそこで、あ、確実に正しいと思ったりするね、うん、はい、でどうしても答えが分からない、あと2つか3つのどれかなっていう時に、その時に試験のコツでもしあったらそれを使うしかない、はい、そういうことで試験のコツがあるんです、うん、はい、分かりました。はい、あと原則としてって、
これ何かっていうと、もう絶対こうだって言ってないときは丸が多いんです。でさっきのこれと一緒。最も絶対一番正しい、最も大切ってね。こうやって絶対って言ったら罰なんで、絶対じゃない言い方。で原則としてって、ベーシカリーとかね。そういうような言葉をわざわざ入れてると丸が多いんです。絶対ではないは丸。あともう本当にね、試験作る先生もう嬉しいほど書いてくれるよね。何々することがあるとかね。何々することもある。何々する場合がある。これ全部一緒でしょ。これ罰に絶対できないでしょ。何々することがあるって書かれてて、罰ったら本当にないのってあることもあるよねってね。そう、あることもある。だからすることがあるっていうのは絶対ないよなんて絶対言えないでしょ。試験ではあることがあるかもしれないでしょ。だからすることがあるって書かれたらもうそれは丸なんですよ。丸丸。何々することもある、一緒ね。何々する場合がある、こうよく出るよこれね。でそれに似てる意味が似てるので、何々でもある、こういう言い方する時もあります。することもある、何々でもある、丸が多いです。同じような意味で書かれてる時にね。で日本語の難しいのが、この何々もっていうもだけでこの意味を言ってる時あるんですよ。何することもあるのもと同じような意味で使ってる場合があるんです。もう何々もって、何々もって、何々することもあるって、それと似たような感じでもだけが出てくる時もあります。これはね、例題見ないとサンプル見ないとちょっと分かりにくいんだけど、うん、要はこういう意味で、ね、絶対じゃないって書いてたら丸なんですよ。はい、それと近いのはこの何々の一つである、何々も含まれる、こうやってね、何々などがある、この辺がこれに近いようなことを言ってるんであれば丸になるってことね。うん、じゃあそれを×にしてみるんですよ。じゃあ×っていうわけにいかないよね。やっぱり例外があるよねって、エクセプションがあるよねってなるじゃない。いいかな。はい。要は絶対って言ってるような場合は×だから、逆に絶対ではないような言い方してれば丸、うんうん、そういうことね。はい、次。先生、もし全部わからなかったら何番多いですか？あ、それね、いろいろ調べたらほとんど変わらないんだけど、やっぱ3番、2番、3番、4番ぐらいなんで。真ん中。1番と5番がちょこっとだけ少ないみたいね。取りやすさ。だから、わかんないときは3番って。先生全部3番やるの嫌だったら234234 先生先生、はい、私の宿題に一つ、うん、ほとんどみんなある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 ってあるのね。で、うん、たまにそれは何々、明日から実務者研修の話。あ、そうそう、でも、うん、実務者研修はね、だいぶ違う違う違うの。あ、やっぱりこういう国家試験で、うん、本当に毎年 60% ぐらい正答率で合格者数を出そうとしているような、うん、で昔から同じようなやり方しているところのこの試験のコツです。うん、実務者研修の宿題っていうのはただ教科書を読んでるかどうかを確認するだけなんで、うん、それ関係なくこう並んでる試験のコツ関係ないのが多いです。あ、なるほど、うん、分かりました。いいですか。はい、はい、あと社会、介護福祉の法律とか、あと
日本介護福祉会倫理綱領とかでね、介護福祉は何しなきゃいけないかっていうところでこう義務があったでしょ、連携。はい。だからこの何々と連携してとか、何々と協力してとか。もある。あと似たような言葉は、共同とかね、共同。共同してとかね。コラボレーション、コーポレーションみたいな。そういうようなこと書かれたら、まあ、他のチームメンバーよ。コラボレーション。職員でもいいし、看護師さん、地域包括支援センター、ケアマネージャー、あとボランティア。要は、チームケアでやってるわけじゃない一人の利用者に対して。はい、その、どれかのメンバーと、連携とか協力とか共同とかそういう言葉書いてあったら絶対丸だよね。うん、絶対バツにできないよね、うん。はい。で、気をつけなきゃいけないのが、これ。じゃあそれは看護師に任せましょうとかね。ああ、医療的権。でも普通は任せるんだよ、皆さんもね。これ医療関係だから看護師に任せるって言うでしょ。はい。でも試験の言葉で任せるって出てると罰が多いんです、はいはい、特にやろうと思ったら自分でもやれるようなことを家族に任せるとかね、看護師に任せるとか、はい、そういうような時はもう無責任な答えということで罰になるんです。だから任せるって罰が多いんです。無責任、自分でちゃんと最後までやんなさいと。完全に医師とか看護師しかできないような仕事はいいよ、任せて。でもそうじゃない、自分も自分たちも考えればできるようなこと、努力すればできるようなことを他のメンバーにしてもらうとか任せるっていうのは罰なんですよ、試験ではね。だからこれしてもらうもそう。あと医療職に従うって、でも本当は従うんだけど、うん、従うんだけど介護職は、でも試験の問題でこういう医療職に従うとか書かれたらもう罰が多い。いいですか、自分でやんなさいってね、自分たちで考えてやんなさいっていうことなんですよ。いい？試験のコツよ。現場では違うよ。でも試験問題でこう言葉で書かれたら罰がほとんどです。これね。はい。あとチームケアで情報を共有するって、もう特にこの共有だけでも丸だよね。共有。もうチームケアのポイントだからね。情報を共有する。共有する。あと、相談。チームメンバー各役割があるから他の人と相談するって、そういう意味で書かれたら絶対丸ですね。相談するって書いてるのにこれ×にしたらやっぱおかしいよね。だから絶対丸になるね。いい言葉だ。あと家族介護で介護してる家族の人が困ってるような場合、落ち込んでるような場合、そういう時にこの家族会とか当事者の会って、これ非常にいいことでしょう、うん、で同じようなあの障害とか要介護の人を持ってる利用者さんと家族だけがこう集まって、お互いにこうこんなことあったのよってね、うん、これはこうした方がいいよってこう、そういうような家族会ってあるじゃない。あと当事者の会、まあ似たようなもんだけど、こういうところを書いてる場合はだいたい丸が多いです。だよね。これいいことでしょ？ね。時々、あの、二つ出てきたのもあったんだけど、五つのうち、二つがこれ出たのがあったんだけど、まあ一つだったら丸です。ほとんど丸。あら、もう8時過ぎたったね。早い、時間が早い。じゃあ今日ちょっとただあれ、行くよ。はい、ということで来ました。肯定的、前向きに書いてるような、ポジティブに書いてるような文章だったら絶対丸です。
あとプラスのイメージね、当たり前でしょ、これを罰に選ばせるなんてないでしょ、普通試験作る先生が前向きなことを書いてるのにそれ罰っていうのはなかなかないよね。あと曖昧な表現って書いてありますけど、さっきのように絶対っていうのは罰、原則としてとかすることもあるっていうちょっと曖昧ベイグな書き方してたら丸が多いですよと、うん、ことね。あとその文章を読んで利用者とか家族にすごくこう優しい感じ親切な感じで書いてあるのは当然丸ですねと、それ罰にできないでしょ、間違いにできないね、優しく対応しているように書いてる番号のところを罰にしたらおかしいよねってね、小西ちゃんのね。あと利用者の自己選択自己決定、まあこれそのものを出た当たり前に丸だけど、要は利用者さんに選んでもらうような場面、利用者さんに決めてもらうようなことを書いてあったら丸ですな。そういう感じで利用者を大切にしている表現、利用者の意思を尊重しているような場合、当然全部丸です。あとそれに加えてこれ入れときますね。特に認知症の人多いんだけど認知症の人との対応の中で一緒になんとかすると、一緒に散歩するとかね、一緒になんとかするっていうようなこと書いてあったらほとんど丸です。わざわざしてくれてる、そういう問題作ってくれてるみたい、うん、一緒になんとかするみたいなこと書いてあったらほとんど丸です。特に認知症の人の場合ね、はい、これがね正しいパターンなんでしょう。